違いですね。うん。うん。うん。あの最初こう押したりして、でこの時に結構戻る時にちょっとこうするような感じなんですよ。ああとかっていうとこう見てなんかちょっと戻す時にこういう感じ。先輩がめっちゃやってます。どう？気持ちはいいの？私はあんま好きじゃない。すいません。でも好きじゃないお客さんも見るってことですね。ですよね。なんか全員にやって全員が満足するかはちょっと、もう多分好きな人もいると思うんですよね。よく、うん、今の皆さんにやってもらったらどうやってますか？こっち側からやってます。あの逆、そう。で当てて揺らすだったりとか、まあ圧迫でも全然いいんですよ。うん、で足首つかまないね。そういうだったら添えてもいいかと。この方がやりますよね。この手はどうしようって思って重ねたら。あ、重ねる。うん。もうちょっと上半身起こせますか？膝を曲げたりとか、うん。あ、まあここにつけてる。うんとね、であたり。圧入れるときって当てました。極端だよね。こうしたときに圧が入るのね。今もうここにいるの。頭と手の関係。押せないですよね。自分の頭より理想はね、手が前にあること。頭より手が前。そう。で、その状態から手の上に頭が移動すると手が下がりますよね。こういう。そう。それを作りたいんですよ。なのでということは、うん、ちょっとなんか後ろにいた方がいいです。後ろ、あ、うん、で手の上に乗る感じ。頭が来ると圧がかかる。あ、うん、そういうことか。そう。ここでやったよ。あ、そういうこと。まあ、こういって、でここに自分の頭が来るってことは自然的に手が下がりますよね。ああ、はい、はい。その辺なんですよ。強さじゃなくて重さをかけるって。体重圧って言われてるものこれです。そう。ストップ。行き過ぎ。真上ぐらいで十分です。これと言っても変わらないので。手を当てる、自分がその手の上に頭がいったら OK です。で、もうちゃんと戻ること。このぐらい。そう。ちょっと当て方は後でね。はい。圧、苦しくなく乗ってる。はい。部分はちょっと後で調整するので、まずそのイメージで圧が入るっていうのはそういうことです。当てたところに自分の頭、上半身が移動するから手が下がって重さがかかる。戻るときはそのままこう戻る感じ。体が先です。ちょっと体が先に戻り始めて手が動かしやすくなる。ちょっとお尻の重さを使ってあげると一番いいかな。お尻、膝を曲げて少し、そう、後ろに下がりやすくなる。これを全部腰だけでやるとまた疲れてくるので、ちょっと足をこうずらした状態にして、この辺を使って曲げました。ちょっと落として自分が起きやすくなると少し分散します。そう。手を離すより先にちょっと自分の状態を起こし始めてから手が離れてくる。そうすると楽ですよね。で、起き上がったあたりで次の場所に手が移っていて、でまた同じ動作を繰り返して、あれ戻るときが先にお尻を少し下げて落としながら上半身を起き上がって、そう。あとやりやすい方向でいいです。ただ腰だけでこう曲がったり起きたりすると全部腰に来ちゃうので、ももの筋肉とかを使ってあげるとちょっと分散します。そう。でもあれですね、ちょっと男子には低いような感じしますね。ね、でもこれくらいでやってるって言ってるから高いぐらいかもしれない。あ、いいな。でも結構ね、整体とかほぐし系の動画見てると、ほんとこれでこう、もうそうです。そうなんです。やってるので低いんです。なんか
から自分の体が起きてることをスタート、うん、そうそうそう、起きてるとこから下がる、下がる、下がる、前、自分が頭の前に行くと手が下がる、そうそうそう、いやなんか腕押しになってるなと思ったら、だいたい自分が近づきすぎてたりとかするので、ちょっと一回リセットして戻ってみると、僕、そうそう、ストップストップ、行き過ぎ行き過ぎ、そのぐらいです。もう頭5センチ10センチ前に行けば十分です。そんな、あの、手がそんなに下がらなくても圧は入ります。そのぐらいです。イメージは大丈夫ですか？あとは体がね、その通りに動くかどうかは次の段階なので、うん、いい感じ？重さ的な、はい、うん、大丈夫です。あとポイントはね、後でやっていきましょう。ひとまず